こんにちは。今日は、紀の川流域にあるたくさんのため池の中の一つに来ています。これは赤い耳がありませんね。赤い耳って言ったらいいんでしょうか。これは何なんでしょう。草亀でしょうかね。それでね、こっちの方にも何か今顔出したんですけどね。潜ってしまいましたね。潜りましたね。あれは潜りましたけどね、なんか見た感じ赤耳ガメではなかったですね。なんかスッポみたいな感じでしたよ。田んぼに水が入りました。田植えも間近です。亀ですね。亀が田んぼの方に、池からため池から田んぼの方に入りました。こちらにため池があります。そしてこっちの、水が入ったところの入ったばかりの谷、入りましたね。あの亀が、亀ですね。モニターではもう何なのか分かりません。赤耳ガメかな。私は全く分かりません。後でパソコンのスクリーンで見たいと思います。